どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は、スーパーフライヤーズカードのすべてを徹底解説ということで、一度ね、このスーパーフライヤーズカード会員になれれば一生ねクレジットカードを継続するだけでね上級会員、スターアライアンスの、上級会員でいられるということで、今回ねスーパーフライヤーズカードを紹介していきたいと思います。この動画では、スーパーフライヤーズって何なのか、スーパーフライヤーズカードの特典、最後スーパーフライヤーズカードの、取得方法ということを、解説していきたいと思います。私もね、リクマイラーになって最初の方は、スーパーフライヤーズカードっていう存在だけブログ等々でね見てね、実際何なのかっていうのが全然分かんなくて、結構調べて結局どういうサービスがあるのかっていうのはね自分で調べましたので、今回ね参考にしていただけたらなと思います。それでは行ってみましょう。スーパーフライヤーズカードとは ANA の、上級会員のために、用意されたクレジットカードのプログラムですね。上級会員プログラムですね。で、ANA の、カードがですね、そのままスーパーフライヤーズカードに切り替えられるということになっております。本来は SFC と呼ばせていただきますけれども、普段、ANA をたくさん乗られる方のためにある会員プログラムで、私みたいにね、他のリクマイラーの方はわからないですけども、私のようにね、ろくに普段 ANA マイル、ANA 利用しないにもかかわらず、搭乗時は VIP 対応を受けたいというがために発行したということになっております。でスーパーフライヤーズカードの特典ということで、結構ね特典自体はすごい多いので一気にざっと紹介させていただきますけども、そこは一時停止するなり、して、見ていただけたらなと思います。一番最初ですね、 ANA ラウンジの利用が可能。 ANA ラウンジは基本的に ANA プレミアムプラチナカードで、国内線の場合は利用できます。ですが国際線の場合は ANA ラウンジは、ビジネスクラス、プレミアムエコノミー、ファーストクラスはもう一個上の ANA スイーツラウンジっていうのが利用できますので、基本的にはビジネスクラス、エコノミークラスの方が利用できるラウンジということになっております。次ですね、国際線利用時にエコノミークラス利用した時にプレミアムエコノミーへの無償アップグレードはされます。こちらは、もうそろそろね、なくなってしまうサービスなんですけども、無償でね、プレミアムエコノミーに空席がある場合はね、アップグレードされます。で、プレミアムメンバーデスクの利用ということで、一般会員の方と違うデスクがね、利用できます。予約の変更とか、デスクにね、連絡しなきゃいけないときは、こちらを連絡するとね、つながりやすいということですので、そういうサービスがね受けられるということになります。で次に、予約を優先して国内線の先行予約の、優先、国内線の座席指定の優先、特典航空券空席待ちの予約の優先、予約による空席待ちの優先、国内特典航空券一緒に参る割の先行予約ということで、こちらはね実際に SFC 取ってからじゃないとあんまり分かんないんですけど、3番の特典航空券空席待ちの優先、こちらが私がっていうか私だけかもしれないんですけども、私がスーパーフライヤーズカードが欲しいなって思った理由はまさにここなんですよね。ANA ラウンジと同じぐらいねこの特典が欲しかったです。というのも、この動画でも解説している通り、ANA マイルを年間18万マイルを貯めるということで、この動画紹介させていただいておりますけども、じゃあですね、仮に18万マイル貯まって、ANA ビジネスクラス東京、ニューヨークビジネスクラス取りたいなっていう時に、結構いっぱいなんですよね。マイルを持ってる方は結構いてですね、予約が取れないっていうのは結構あるんですよね。でその場合に、空席待ちといってキャンセル待ちをすることができるんですね。でですね、空席待ちっていうのは先ほどのプレミアムメンバーデスクにでも一般のデスクでも電話すればですね、何人待っている
かっていうのが聞けるんですけども、まあ、仮に、平会員の方が5人その路線を予約空席待ちをしている場合に6人目の方がこのスーパーフライヤーズカード会員の方ですね、6人目に空席待ちをしたとしますよね。で他の5人は平会員の方、そうすると6人目に予約したにもかかわらず平会員の方を全員ごぼう抜きにして一番最初に入るんですね。これが特典交付金空席待ちの予約の優先です。要はこの上級会員の資格を持っているだけで平会員の方の空席待ちを一気に飛ばしてね一番前に出れるというのがこれと、私がねとても欲しかった特典の一つとなっております。で次に、手続きをしますスマートにということで、まあ、こちらブワーッとありますけども、ビジネスクラスのチェックインカウンターを利用、この特典は ANA ワイドゴールドカード、まあ、ゴールドカードでも利用可能です。その代わり ANA の便を、ね、利用するときだけに限られます。で手荷物受け取りの優先、手荷物に関しては、手荷物に、プライオリティっていう、優先っていうタグが貼られて、ね、出てきますので、まあ、私もビジネスクラスで何回かニューヨーク利用させていただきましたけども、本当にすぐ出てきます。最初の方に出てきますのでおすすめとなっています。手荷物許容量の優待、まあ、これはですね、まあ、本来、の、本来の、手荷物の 量重さですね、それが少し優遇されたりとか個数が優遇されたりします。専用保安上の利用、まあ、こちらは一般の会員の方とは別の保安所が利用できるということで、まあ、基本的には国内がメインとなってきますかね。優先搭乗の利用、優先搭乗は、飛行機に乗られた方だったら、まあ、大体わかると思うんですけども、今 ANA はグループで呼ばれておりまして、1番グループ1番グループ2番みたいな感じなんですけども、先にねお子様連れ、その次にダイヤモンド会員、その次にスーパーフライヤーズカード会員の方が優先搭乗でね先に入れるということになっております。まあ、この特典はエコノミークラスですね利用した場合はとてもね重宝する特典となっております。あとはですね、まあ見ていただければなっていう感じなんですけども、羽田空港、羽田空港の駐車場の予約の優先、まあ、こちら1回利用させていただきましたけども、まあ、こちらもねとても便利でしたので、そしてあのターミナル、ね、直結で駐車場に停められますので、こちらもおすすめとなっております。次に、充実の特典をということでアップグレードポイント、まあ、アップグレードポイントに関しては、またね別の動画で紹介させていただこうかと思っておりますので、まああのスーパーフライヤーズカードを、取得できる会員になるとアップグレードポイントっていうものがねもらえますので、また別の動画で紹介してさせていただきたいと思います。まあ、フライトボーナス 35% から 50% プレゼント、 ANA マイルから ANA スカイコインへの倍率最大 1.7 倍を利用可能、まあ、こちらは一度に、ね、5万マイル交換時に適用されるということで、5万マイルを一度にスカイコインに変えると8万5000コインになるということですね。でアップグレードポイントから ANA スカイコインの変換、で次に、インターコンチネンタル ANA ホテルグループの優待ということで、この最後の、IHG ANA ホテルグループの優待はですね、SFC スーパーフライヤーズカード会員のためにですね、宿泊プランを結構持っているホテルが多くてですね、ANA ホテル、インターコンチネンタル、こちらは本当におすすめで、まあ、本会員の方だけなんですけども、朝食が無料でついたりとかね、部屋のアップグレードがついたりとか、ウェルカムドリンクがついたりとか、そういう特典がありますので、こちらもねおすすめとなっております。で最後に、充実の特典をということで、スーパーフライヤーズタグのプレゼント、タグがもらえます、スーパーフライヤーズっていう、まあ、こちらもねよく見られると思いますので、スーパーフライヤーズ
タグですね、まあ、こちらは、その上のダイヤモンド会員でも、ね、タグがもらえます。でライフタイムマーチ NL の購読、左右の、手帳とカレンダーのプレゼント、まあ、こちらは、取得した年にですねもらえる、まあ、取得した年、まあ、その取得した年の翌年にもらえるんですけども、まあ、こちらもですね、まあ、特典なので楽しみにしていただけたらなと思います。で次ですね、スーパーフライズカードの取得方法ということで解説していきたいと思います。まあ、こんだけ特典があったら、まあ、誰でもね入りたいと思いますよね、このスーパーフライヤーズカード。私も最初、リクマイナーになった時にね、このスーパーフライヤーズすぐにでも入りたいなと思ったんですけども、そんな簡単に入れるものではないんですね。というのも、スーパーフライヤーズカードに入会するためにはですね、1月から12月31日までの間にプレミアムポイントというポイントを5万ポイント貯めるのが必須となっています。で、このプレミアムポイントっていうのは ANA マイルとは別で、上級会員のね基準となる示すポイントとなっております。で、ですね、見ていただけたら分かると思うんですけど、画像の方ですね、一般会員の方がいて3万ポイントを、貯めるとブロンズ会員、5万ポイントを買えると、貯めるとプラチナステータス、10万ポイントを貯めるとダイヤモンドステータスということで、このプラチナ会員っていうのがありますよね、5万ポイント貯める。こちらがですね、SFC、今回紹介させていただいているスーパーフライヤーズカードに申し込み資格がもらえるのが、まさにこのプラチナ会員、プレミアムポイント5万ポイントをね、貯めると SFC に申し込みが可能になります。ですのでプレミアムポイントをね貯めなくてはいけないということですね。1月1日から12月31日の間、まあ、ちょっと気になった方は、当チャンネルのね、2回で簡単 SFC 修行という動画がありますので、まあ、そちらも参考にしていただけたらなと思います。私もね昨年、まあ、全く同じルートではないんですけど、まあ、同じようなルートでね、東京、クアラルンプール発見の東京乗り継ぎのニューヨークで、ニューヨークから東京乗り継ぎのクアラルンプール、それを2周することによって、このプラチナステータス5万ポイントにね達成して、スーパーフライヤーズカードに申し込むことができました。まとめです。一度ねこのプラチナ会員になってスーパーフライヤーズカードの申し込みまで行けたら、クレジットカードの更新だけで永久にね ANA の上級会員でいられることが可能です。まあ、ANA っていうよりかはスターアライアンスゴールドとなりますので、まあ、もちろん ANA 以外のスターアライアンスの便を利用する場合、エコノミークラスを利用してでも ANA ラウンジ等々が、ね、利用できるということになります。で、次ですね、 国際線、国内線のラウンジが利用できます。対象クラス空席の場合は無料でアップグレードがあります。まあ、こちらはね東京ニューヨークのエコノミークラスが、まあ、7、8万から10万円ぐらいが基本なんですけども、これがプレミアムエコノミーに1個上がっただけで本当に20万と15万とか本当にとんでもない金額のアップグレードなので、これはすごいですよね。で特典航空券、空席待ちの優先、こちらも、説明させていただいた通りとなっております。でスーパーフライヤーズタグの贈呈、まあ、せっかくねスーパーフライヤーズをねゲットした記念にですね、このタグはね、まあ、スーツケースにつけるもよし、大事に取っておくのもよしと思います。いかがだったでしょうか。今回はですね SFC スーパーフライヤーズカードについて、紹介させていただきましたけども、まあ、分かんないこととかあったらですね、ぜひコメント欄書いていただいたら私の分かる範囲でね答えていきたいと思いますので、ぜひねコメントいただけたらなと思います。まあ、今回の動画が役に立ったっていう方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。